4つ目です。レバレッジをかけられる人です。少ない労力で大きな力を発揮する、大きなものを動かすとか、少ない労力で大きな成果を生み出すこと。これがレバレッジです。このレバレッジっていうのは、未来投資の話なんですよね。ビジネスの世界とか、資本主義っていうすごいざっくりした話しますけど、日本だけじゃなくて、今この資本主義経済の流れにおいて、経済的な成功、もう成功っていっぱいあると思うんですよ。家庭的な成功とかね、パートナーとの成功だったりとか、人間関係における成功とかもあるよね。自己実現における成功だったりとか、子育てとかにおけるね、成功とか。まあ子育てにおける成功っていうよりはなんか精神的充足感だったりとか。世の中って別にお金だけじゃないじゃないですか。でもその中でも、経済的成功っていうところをめがけて達成していこうと思ったら、絶対にレバレッジかけないとお金持ちになれないようになってるんですよ。資本主義ってのは、レバレッジかけないとお金持ちになれないよ。でも、レバレッジかけられる人はお金持ちになれるよっていう風な、そういう仕組みになってるんですよね。例えば、シンガポールにいる起業家とかって、もう20代、30代、40代、もうバリバリ仕事して、50代ぐらいでもシンガポールでね、もう家族で移住してる人とかって多分いると思うんですよね。ビジネスオーナーとか。そういう人って、まあ、ある程度事業売っちゃってとか、会社売却して、大体個人資産で5億とか10億持ってる人が多いです。で、そのお金のうち、例えば5億円を、一番堅実な投資で、プライベートバンクで年利 3% ですよ。たった 3% しか利回りなかったとしても、5億円で 3% 回したら、1500万は何もしなくても入ってくるわけですよ。これって結局レバレッジじゃないですか。5億円預けといたら、1500万毎年預金残高買って増えてくるんですよ。仕事しなくても。でもこれって資本主義の特権で、お金持ってる人はそのレバレッジかけられるんですよ。じゃあビジネスにおいて、お金がない状態からどうやってレバレッジを生み出したのかっていうと、このレバレッジってのは、お金をかけることでしかレバレッジってのは生み出せないと思ってるんですよね。僕が当時やったのは、いろんなね、自己投資とか情報商材めっちゃ買い漁ってた時期があるんですよ。まあ情報商材もピンキリなんですよね。僕今ね、情報商材いいものはいいんで買ったりもするんですけど、でも悪いものはマジダメだし、クソなものはクソなんですよ。僕はそのね、見聞きができなくて、すごいいろんなもの買っちゃって、騙されてはないよ。もう買った自分の自己責任なんですよ。僕その時借金400万ちょいぐらいあったんですよね。そっから僕どうやって復活したかっていう、さっきの話の回収に戻るんですけど、結局僕その後、50万払って、コンサル受けたんですよ。あるメンターで。メルマみたいなずっと登録してたんですよね、LINE とか。この人がやっぱずっと学びたいなっていう人がいて、でもその時僕借金400万あったんですよ。今まで自己投資でこんだけ失敗してきてるから、もうここで50万払ったら、もっと借金増えるだけやんと思ったんですよ。めっちゃ怖くて、一歩踏み出せなかったんですよ、僕1ヶ月ぐらいに。ある人の動画見たんですよ。それが、与沢翼さんの動画の中になんかそのレバレッジの話をしてて、あ、確かにと思ってね。今400万借金あるよと。当時僕22ぐらいの時ですよ。でも、ここのまま400万の借金をアルバイトで返すのって無理だなと思ったんですよ。月収14万で、生活費で大体8万から10万ぐらい消えるわけですよね。4万なわけじゃないですか。毎月3万とか4万の貯金で400万借金返そうと思ったら10年かかるんですよ。ちなみに僕そっからね、3年半ぐらいの期間で年収4、5億まで言ってるわけですから。で、何があったのかもう分かる目すごいですよね。あの決断をしなかったら10年先も未だに多分僕借金返してたと思うんですよ。でもなんで僕は今26歳で会社の何個やってね、1社だけでも年商4、5企業のオーナーやってるかっていうと、結局のところ今400万あるんだったらもうこれレバレッジかけるしかないなと。この借金返すためにさらに50万借金した。400万の借金返すために50万借金しちゃって、それでスキル身につけて、もうここが本物だっていう確信があったんで、もうそこにお金払ってスキル身につけて、それで稼げるようになって400万バッて返した方が早くないかと思ってやったんですよ。最終的に22歳の半ばぐらいでその決断をしてから、23歳の前半ぐらいで僕借金全部返しましたよ。結果的にあの時の50万の投資ってすごい安かったんですよ。そう考えるとね。だって50万を払ったことによって年商2000万円って返ってきてるわけですから。でもちろん400万借金もペイできちゃったから。たまにあるんですよ、借金今300万あるんですけどどうしたらいいですかと。借金300万あるんだったら50万借金して月50万稼げるスキル身につけてください。そしたらいい感じでいったら年間50万かける12ヶ月で600万円ですよ。まあそこまでうまくいかなくても500万ぐらい稼げますよね。500万でその300万借金ペイできたらもうプラスなわけじゃないですか。でもそれやらなかったら、その借金10年かけてずっと返すんですかと。そんなの耐えられますかっていう話ね。僕は耐えられないと思ったんですよ。だからレバレッジかけたんですよ。で、その僕が50万出したっていうのがあるから今にあるんですね。だからそう考えると僕は50万円の投資がもう5億円以上になって返ってくるわけですよ。だからこういう風なレバレッジ的な考え方。もちろん自己投資っていうのは何振り構わず買えばいいってわけじゃないんですよ。レバレッジはかかりそうだなと思った時には絶対に投資した方がいいんですよ。これがやっぱり投資のチャンスです。そのチャンスもやっぱり逃がしてしまうともう二度と来なかったりするんで、まあ、自分にとってね、本当にふさわしいところ、ここだって思ったところにやっぱ投資をしていくっていうのはすごい重要だと思うんですね。お金の使い方もそうです。お金の使い方っていうのはお金を使うことでしか身につかないです。皆さんこれからね、自分で商品販売していきたいとか、高額商品作って販売していきたいとか、女性起業家の方もいっぱいいると思うんですけど、自分で水に切って自己投資できない人って人に商品売れないですからね。僕いいなと思ったらお金払うんですよ。僕お金なかったからそうやってるんですよね。でもそれやってるから、本当にいいなと思ってるものはシンプルに純粋に気持ちをお客さんに勧められるんですよ。それはなんでかっていうと、本当にいいものを自分が買ってきて自己投資をして本当に良かったなっていう成功体験があるんですよ。だから、人に物を売る前にまず水に起きる。この経験やっぱすごい重要ですよ。はい、皆さん、今日もね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE では、
こちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した、今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね、3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね、本質をまとめた累計150分相当のですね、動画講義っていうのをね、無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね、出させていただいている書籍、こちらもね、無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。